グッチさんです。ってグッチさんチャンネル、どうもグッチさんです。私は現在ですね、北海道苫小牧市にいます。雪が深いですね。ちょっと待ってくださいね。この信号を右方向です。はい、それでは改めて、どうもグッチさんです。私は北海道苫小牧市ですね。これから私は愛知県に帰ります。で、愛知県に帰るんですが、太平洋フェリーさんでですね、車をフェリーに乗っけて、愛知の金城ふ頭エリアか、フェリーふ頭か、こちらね、ところまで。およそ 300m 先、交差点を通過後、はい、右側の車線を進みま す, です。その先、およそ 1km で右方向です。はい。うわ、このトラック、後ろ真っ白で、どこ走ってきてるんだろう。今日は晴れですね。約1週間ぐらい前は太平洋フェリーさんですね、各フェリー運航会社さんが低気圧の影響で、欠航している便が結構多くてですね、結構だけに寒いね今日も。およそ1キロ、それはいいとして、乗船手続きを今から行います。3時半から乗船手続きが可能ということでですね、して90分前になったら乗船が開始されるということに情報ホームページ上では書いております。で、まあとりあえず、今日はですね、余裕持ったスケジュールを組んでおりましたので、苫小牧市エリアで、のんびりとしておりました。車の洗車も終わらせました。まあ言うてね、今ね気温ね0度なんですよ。こんなに晴れてるのに。なんか洗車してもね、凍結しっぱなしなんですよ。これがなかなかえぐい。まあ家帰ったらまた丁寧に洗車するんですけど、ここですね、この交差点、この次の交差点はね、およそ 200m 先右方向です。はい。その先およそ 1km で目的地付近です。やっぱトラック多いっすよね。右方向です。トレーラー系、まあ、日本一の貨物の取り扱いの港ですからね。本当に多いですよ。マジですごいわ。まあ、徒歩乗船ではね一度来たことあるの で、フェリーターミナルから高速バスで札幌まで行ったことあるので、この辺の道は覚えてます。こんなんだったなみたいなね。あーで見て、自体マジでトレーラーだらけなんだよ。多分あれも乗せるでしょう。すごいすごい。カーブね。あれもそうだよ。めっちゃ見たもん。都会かってぐらい車線広い。
ったらまっすぐだから多分こっちで合ってるよな。もちろんさ、太平洋フェリー乗せるんですけど、はい、まあ、今からチェックインするんですけど、車どこ置けばいいですか？外出される用事ってあります？これから買い物行かれたりとか。買い物は行くぐらいかな、そこら辺のターミナルだけ。ターミナルだけ行きますね。ターミナルだけしか行かない。でしたら、はい、今の入った名古屋駅でよかったですか？そうですね、名古屋。じゃあ今入ったの白い車の後ろつけて、後ろつけて、わかりました。3時半からの手続きやってますので。わかりました。はい。オッケー。ここね、優しいね、教えてくれてありがとうございます。 OK、 到着。さあ、車を置きました。広ね、でこれからターミナルに行って手続きを行います。寒い、一回入ろう。マジで無理。海辺の寒さは本当時刻は5時前ですね。さっきね、お土産を買っていきました。だいぶ車が増えてきましたね。さあ、私の車はどこだっけ。あ、だいぶ向こうだな。ここね、あったあった。さあ、このね、お土産とあと車内を整理して必要なものをまとめてね、時間を待って、
ー、サイドブレーキ OK、 ショート OK。 さあ無事にハブに着いたので行きますね。すごいね、なんかまた違う雰囲気ですね。706、ここです。こっち、ここです。パキループツアーしましょう。これ結構いいじゃないですか。おお、なんか使い余せないどっちかしか使えないんで、いやいいですね。これライトかな。え、どうやるのこれ。お、これは足元上。お、おお、おしゃれですね。あ、これがこれか。おお、おお、おしゃれ。ちょっと電気の無駄だから貴重ね、使わないから。はい。で、あ、これテレビね。多分あれでしょ。前が見れるよね、これ確か。これは案内でしょ。でどれかがね確か見れるんですよ。ねこれかな。これ違うわ、地上じゃない。どれだろう。これ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 ね、前の様子見れるんですよ、モニターでも。これすごいですよね。よし、で、ここはメモ、いいですね、太平洋フェリー。これは記念になりますよね、なんかメモした時も。これ船内の案内表ですね。ね、あとは説明書等かありますね。あとでちょっと読んでおきましょうか。ティッシュ、これは、おお、こんなにもお茶、ほうじ茶もあるんですか。いいんですか。そっか、まあ僕一人だからそんなに必要ないもんね。2、3人、あ、2人用かこれは。だよね。まあいいですね。いやー、これはずっと飲めるね。ありがとうございます。カレーね、お湯沸かす電気ポットケトルか、ね、これいいですね。コンセントがここに、これドライヤーね、いいですね。これは、お、おしゃれっすね。いやー、ありがとうございます、ね、コンセントね。でここが選手側なんですけど、夜間は開けないでっていうルールがあるので今閉じております。また朝になったらね開けます。そうで、もう置いてるんですけど、ここはラックです ね。あとはもう僕はここに荷物置いたりしますね。すっきりとしてます。でここよ、うー、広いっすね。だいぶ広いよ、ほら普
普通のビジネスホテルに比べたらめちゃめちゃ広いよ。うわこれ広い方じゃないっす。あそこにシャンプーとかね、ありますね。すげえすごいぞこりゃ。そうそう忘れてた、これはね、気分が悪い時の袋ですね。私は酔い止めの薬も持ってきます。これねこれこれ椅子ないとね、ほらお化粧直しとかねできないですから、これ大事ですね。でここ冷蔵庫さ、これはこうか、見てください。はい、確信犯です。私セイコーマートで大量に買っときました。だって愛知にないんだもん、ファンタの桃味。スプライトのねこの缶もねなかなかないんですよ。どでかいロング缶500ミリなんだ。これは最高だね。さあ出航15分前でございます。あったかい格好してね外出ましょう。誰もいねえんじゃねえか。うわいい景色だ。あちょっと冷えるね。よいしょ。もうね中 あったかいやつ着てでまたあったかいのこれね。もう北海道ではこれお世話になりましたね。おっとっと、階段かんで、ういうい、オッケー、これよこのマークよ。マジ誰もいねえ僕だけです。風はね、だいぶ収まりましたね。時刻は18時49分、10分前ですね。あともうちょっとですね、さっき並んでた車ももう全部入りましたね。いや今回も北海道すごく素晴らしかったです。まあ辛い日々もあったけどこうやって振り返るといい思い出になりそうですね。船所側がもう完全に、港を湾外に向いているのでこのまま自食をできていますね。
でも良かったっすよ。ちょっと寒いって寒いってこれ。万全な装備してるよ俺言っとくけど寒いんだよ。わあ景色いいわ、最高だねこれ。これはすごいよ。さあちょっとご飯食べようか。もうお腹減ったからね。ご飯食べよう。さあ時刻は8時過ぎですね、だいぶ沖に出て揺れております。さっきのピアノすごかったな、すごい素敵な演奏でした。おっとっとっと、やばいもうだいぶ揺れてます僕にとっては結構心地のいい揺れですね。これも素敵だよね。髪こんな感じですね。石狩とか基礎にはないようなまた素敵な感じがね。ちょっと本当にね揺れててね、降りるとき階段使わないとねちょっとやばいね。でここがフリースペースみたいな感じですね。そこに大浴場があるんですね。キッズルームじゃないですか。いいね。でこれこれちょっとね角度をねここじゃないかな、この角度でねいい感じで、ほらこれいい角度じゃないですか。いいね。結構揺れてるよね。あ、携帯充電できます。自販機コーナーとかはあらないですね。お酒はね確かそう夜中から朝方で販売できない。ガーラナあるかな。あれガーラナは違う自販機かな。一応売店はありましたからね。ガーラナ売ってましたよ。すごいね。あこれ東北限定こんなんあるんだ。炭酸つやある。個人的に好きだからね。いやありだね。さっき売店でね買っちゃったよこのペーパークラフト。これいいね。いいでやろう。あとねボールペン買いましたよ。これはねボールペンはね単純に欲しかったっていうのもあってね買いました。これ記念ですね。時刻は8時37分。まあだいぶまったりしております。まあ時間も持て余してこうやって優雅にするのもいいんですが、
まあ空いた時間に編集しましょう。それも私の仕事なんでね。普通の寝台とかだとやっぱり他の人と共有してる場所なんで音気になりますけど、こういう個室になってるともうね、ある程度のこういう声量ぐらいだったら全然ね響かないんでね、カチカチとパソコンできるわけですよ。まあ編集しながらで、まあ、時間が空いたらまたゲームやって、のんびりしよう。そういうことにします。時刻は12時前、11時35分ですね。もう室内のお風呂ですね、浴室にお湯張って、であとシャワーで、体洗い流して、であとはもうゆっくりします。これねすごいね、太平洋フィリーで、あとはもうゆっくりするだけなので、スプライト、これもう一本飲んじゃいました。なんやかんやと、もう一本飲んでね、1時ぐらいに、ね、もう寝ようかな。まあこういう時ぐらいはね、もうパーッと飲みましょう。しかし本当に。もうね使えましたよね。多分ね奥のベッドは使わないです。で今回、まあ、早割りを適用しての苫小牧から名古屋まで、で特等洋室ですね、車1台、そして、まあ、僕1人で早割りを適用して、まあ、1ヶ月前の割引かな。で、38,900円でしたね。まあ例えばそうだな、こういうお部屋を2泊したとして、多分ね、これだけのいい設備がある状態だったら多分まあ1泊1万とかはするんじゃないですか。で、まあ2泊。まあ、なんかそうだな、 2.5 泊みたいなもんですから、あとはまあ車乗っけてね、人間1人乗っけて、でこの値段であれば安いんじゃないですか。結構お買い得ですよまあどこにこう重きを置くかというかね、まあ僕もこう B 寝台とか A 寝台とかね乗ったことあるんで、その良さもあるんですけど、まあね、めちゃめちゃ安かったですね。 B 寝台 A 寝台とか、あ S 寝台か、良かったですよ。でやっぱりこう好きな時間にこうのんびりとくつろげるってやっぱいいですよね。まあ今回に関しては僕はもう3週間の長期出張で、もうヘトヘトに疲れるだろうという前提で、ちょっと豪華に帰ろうかっていう風にしたんでね、まあ、最後のご褒美というか、まあ、1ヶ月前、まあ、たまたま空いてたっていうのもあったんでね、最高ですねやばい今ねちょっと横になってただけで、ね、2時になって、ああ2時だと思って、また横になったらもうね4時になってたやばい、もう急いで歯磨きしてもう寝ますほんとねやばいね、もうねベッドに寝るっていうのがねほんと久々すぎてさ、爆睡だわ、もう寝ます。こうか、あそこね、あそこつけっぱなしでいいんじゃないかな。
うしよう。消すべきかな。消してもいいか。なんかフットライトぐらい欲しいよね。これね。これぐらいは。お。もうこんな感じなんだ。まあ寝ます。おはようございます。今は7時前。いや。よく寝た。おはようございます。しっかり、お、なんだろう。明日の朝行きます。昨日結構食べたし、まあ、そんなにお腹減ってないし、まあ昼行くかなぐらいかな。多分仙台が10時でしょうね。ちょっと半端な時間になっちゃう。まあいいや。はい、ほんでもってこれ見て、この景色よ。これ最高じゃん。うわ、これは素敵ですね。現在の位置はね、もう仙台すぐそばですね。もう時間調整してるって感じです。うん、本気出したらもっと早く進めるんだろうけど、まあ、燃費もよく走れそうですよね。もうこの眺めを見ながらね、まさかファンタの桃飲めるなんてもう。ファンタスティックだわ。うん、うまっ。いや、久々の仙台港ですね。こんな感じだったね。それは確か富士トランスの奥だよね。結構奥までね、ここまでね、ズワーン。窓ガラスがね、どうしてもこう 海のね、潮でね、動いちゃうからどうしようもないんだけど、おっ、下船の着岸の準備を行っておりますね。おお、富士トランスの船ですね。おお、見えてくるんじゃないですか。富士トランスは名古屋と書いてありますね。そうなんだ。
最終着岸のポイントになりました。ご案内申し上げます。フェリーターミナル前行き、仙台行き、宮城航空の皆さん、運行していただきます。発車時刻は10時20分でございます。なお、ただいまの気温1度。本日の仙台地方の天候は晴れ時々曇り。予想最高気温は5度でございます。どうぞ気をつけて下船くださいませ。引き続き名古屋までご乗船のお客様で一時上陸の手続きをお済みになりましたお客様にご案内申し上げます。上陸の際は最上船証と搭乗券をお持ちになり、出港30分前の12時20分までにお戻りくださいませ。さあ、仙台港に到着です。ここから3時間の停泊ですね。私は下船することもなく黙々と部屋の中でこの前方の展望のね、いい景色を眺めながらパンタを飲むとです。こんにちは。こんにちは。どうも。夜になるとね、またすごく、ね、雰囲気がいいとこに変わるんだね。ちょっと、まあ、撮影できたらね、結構人気のスポットなんですよ。ここね、いいね。風が強くなければいいけど、
よいしょ、あ、ちょうどいいぐらい穏やか。あ、でも寒いわ。これは、後方ですね。やっぱね、ここから荷物の出し、あと前方もやってますね。車乗っけてますね。出航時はここの後方からタグボートですね、タグボートで引っ張ってぐるっと回転させて出航させるんですよね。こういう緊急時のものとかね、こうやって近くでなかなか見れないですからね、船乗らないと。こちら上行きましょうか。いい眺めじゃないですか。うん、最高。で、これ以上は立ち入りができないので、あっちは行けたっけな。あっちは行けたね。一番上からの目線ね。いや、しかし港ってやっぱりいいよね。結構僕好きです。で、これね、このトラック、あの知多半島、南知多である結構有名なやつなんですけど、意外ですよね、こういったとこに日本全国でねやってるっていうのが。なんかね、砂糖の原料らしいですよ。誰もいないから今のうち撮っとこうか。マジで本当これ特権だからね、この時間も。ちょっともう今のうち準備しようか。いや、ちょっとこれはモリモリですよ。いただきます。ごちそうさまでした。美味しかったよ。飯を食べた。で、これをやることだね。あ、ちょっと覗こうか。あ、輝いてるね、眩しいわ。部屋に戻ろうか。お、15分前のドラが鳴りました。15分前でも結構ギリギリなんですね。さあ、車両看板の扉が閉まっております。結構3時間ってもうギリギリですよね。作業されてる方からしたら。ありがとうございます。本校の船長は私、E の機関長、佐藤。パーサー千葉をはじめ、クルー33、総員34名にて、皆様の船旅を共させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。名古屋港までの海上模様につきましては、波の高さが1メートルから
2メートルの予想となっております。進路変更などの際や波の状態によっては多少の船体動揺や傾斜する場合がございますので、階段の上り下りやドアの開閉時、またお風呂場などお足元の滑りやすい場所におきましては、お怪我の場合をご注意願います。それでは名古屋港までおよそ21時間30分の間に、どうぞごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。21時間30分いやもうワクワクだね。これからまたいいっすね。さあ縄が緩んでおります。引き上げておりますね。徐々に離岸しております。交代してますね。で、噴射をしながら、あとはタグボートで多分旋回するんでしょうね。そして横に
動いてるのが分かりますね。ここからですよ。
ストランのお昼の営業を終了させていただきます。まだお食事のお済みでないお客様はレストラングリーンパラネットのカレーランチバイキングをお楽しみくださいませ。ついにワンに向きましたね。静かに静かにと。タグボートのロープは多分今もう切り離して、ゆっくりと前に進んでおります。さあもうじき湾に出ますね。ゆっくりゆっくりと、ここでスピードを上げてしまうとね、あの波が立ってしまうので他の船舶に影響が出ますから。さあ無事に湾に出ました。ここから徐々に今右に舵を切っておりますね。無事に出ましたね。こっから21時間30分ですね。まあもうあと21時間ですけどね。無事に出ました。さああれからですね、もうだいぶ時間経ちました。7時、過ぎました。まあ6時ぐらいに起きたんですけど、ずっと爆睡してましたね。あのね、あの後からねもう猛烈な頭痛に襲われて、船酔いとかではないんですけど単純に僕の疲労が溜まってたんでしょうね。でももうあの耐え難い頭痛に襲われてね。で、まあ、頭痛っていろいろ種類あるじゃないですか。頭だったりとか目の奥からこう来るような頭痛で、まあいろんなパターンがあって、まあ、僕はもういろんな頭痛を持ってる人間なんですよ。疲れると結構すごいあの頭痛が押し寄せるタイプで、で今回目の奥が痛くて、あ多分ねもう完全に疲れてるなっていうのが分かったんですよこの長期出張3週間でもう編集しながらで運転して、常に目をこう疲れさせてる状態だったん でもう慌てて頭痛薬飲んで、で、まあ、疲れてるから、まあ、あの湯船ですね、お湯張ってねちょっと長く使って、でもうその後爆睡しました。したらねもう今だいぶすっきりしましたね。なんか3時間ぐらいね結構 しんどかったんですけど、まあやっと収まって今頭すっきりします。ああよかったもうねこれは慢性的ですね。あの最近はねだいぶマシになったんですけど、昔もう毎日のようにもう耐え難い頭痛があって、で専門家に通ってた時期ありましたね。半年に1回 MRI 取って脳に異常がないかとかねいろいろやってて、で、まあ、だいぶ緩和されたんでね、まあ最近はもう通うことはなく、うん、って感じでしたけど、まあまあまあでもよかった。で今場所なんですけど、まあね、ちょうどねスマホが圏外になっててどこなんだろうと思ってね、でね確認するとしたら、まあこのモニターなんですけど、あちょっとあれだね、ここおわい千葉県、もう少し千葉県入るのかな、多分ね千葉県というか陸に近くなるとねまた電波が入るんで、まあ、それまで、まあ、待ってるって感じですね。こっ
ここら辺ちょっとわかんないけど、だいぶ少し陸から離れてるんで、あれなんですけど、まあね、もうちょっと近づいたら、また半島に近づいたらね、熱波が入るんで、その時にまたいろいろ情報を更新しようかなと思ってます。でもってね、で夜、まあもう今、夜のね、バイキングの時間の案内中なんですけど、ちょっとね、そんなにもう食欲がないですよ。昨日食べたし、昼もね、結構量は食べたんですけど、まあまあ、もうね、寝起きでちょっとテンションがまだ体が上がってないんで、まあ、今日は夜はまあ、軽めでいいやってことで、まあいつもだったらね、こういう時はそういうバイキングとかそういうのじゃなくて、なんかヨットクラブみたいなカフェみたいなところがあるんですけど、あと北上はね、そういうところがないんですよ。なので、まあそれも分かりきっていたので、あそこに軽めの豚麺を用意しておきました。豚麺ね、あれは結構有能ですよ。まあそんな感じです。はい、まああとで軽めに食べて、今日はもうそんな感じで終わりです。明日またね、朝少し早めに起きて、で朝食食べて名古屋着いて終わりって感じですね。はい、まあしかし本当ね、今回ちょっとね、急に頭痛で体調不良で寝込んじゃったんですけど、やっぱこうプライベートルーム個室っていうのは本当に快適ですね。ちょっと荷物の残骸だけど、めっちゃいいですね。まあ、パソコン作業できるかなと思ったんですけど、まあスペースはある程度あるんで、まあ別に僕は不便さはなかったですね。おはようございます。いい感じの朝ですよ。たまらんね。穏やかですよ。波もこんな白波立てないから。現在場所はもう愛知県ですね。ここまで来たか。さあもうちょっとしたら朝食の時間なんでね。最高だ。朝から入れるお茶はうまいの。この風景たまるぞ。あそこに見えるのがね、渥美半島ですね。うん、おすげえすげえな、こんな感じなの。なかなか近いぞ。おお、やっぱり船がね、いるからね。多分ここがその航路ルートなんでしょうね。あの船自体のだから、こうやっていろいろと連なってる。これすごいね、面白いよ。もう伊勢湾に入るところですね、ここ。さあ言うてもう朝食の時間ですから、現在イラゴー50分ね。ご飯食べよう。よし、キー持った。
30分ほどの到着を目指し航行しております。したがいまして本日の名古屋港入港時刻は10時ちょうどを予定しております。皆様にはあらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。繰り返し相談室より本日の名古屋港入港時刻の変更についてお知らせいたします。いやちょっとね風が吹いてますけど、まあ朝はこんなもんですよ。最高だねこれ。さあ見えてきましたね、イスバンガンのメコリントンでしたっけね、そこくぐりますからね。お、放送が。まもなく名古屋港に入港します。OK。でね、私は、まあ、今日はこっち使わなかったですけど、こっち最後、思いっきり広げて使いましたよっていう印をしてね、で、ちゃんとね、こういったものをこうかけてね、分かりやすいようにしておくってね、大事ですよ。で、忘れ物なし。で、もう一つの寝具は使わなかったのでそのままにしています。いいね。いや本当に快適だったよマジで。大張名古屋は塩でも持つ。いい、ね、こういうのってすごくいいですよね。
Thank you.
本当に素敵な部屋でしたね。ああ、名古屋着きましたよ。無事に、着岸の作業も終わっております。いやー本当にこの部屋マジで最高だね。ちょっと名残惜しいけど名残惜しいけど戻らないと。で今日はあのサンデッキの車の移動がちょっと時間かかるそうなのでということで案内をこさりましたね。さあ忘れ物なし、ちょっと念のために確認しとこうかね。全部まとめた、忘れ物なし、 OK。 あそこもなしだよね。冷蔵庫も全部飲んだ、 OK。 よし問題なし。さあ帰ろう。さあさあさあ戻ろう戻ろう戻りましょう。車に戻りましょう。エレベーター混んでたから結局ね、僕階段の方がいいですね。あ、少しはまだ強いですから。はい。ここ閉まりましたら、はい、道になりますんで、この上通ってもらって、うん、ずっと出てきますんで。あ、わかりました。少々お待ちください。はい。
がとうございました。よっしゃー、到着。